5月に県人と英会話を開講するということで、ヒム先生からおすすめしてもらってこちらに移りました。で、毎週授業を受けているんですけれども、すごく楽しくて、なので今日は皆さんにおすすめしたいと思います。で、県人と英会話のいいところは会費が安いということ。で、他の英会話のスクールと比べて安いと思います。で、次に予習の仕方が面白いところです。私はスマートフォンでクイズレットというアプリをダウンロードして毎週予習をしているんですけれども、それがゲームでできるのでできるので、すごく楽しくすることができます。で、ゲームといってもちゃんとマスターするまでゲームが続くので、ちゃんと身につきます。で、次にグループレッスンなので、毎週いろんな人と会うことができますし、すごく楽しいです。で、もっと生徒が増えて楽しくできたらいいなと思います。